聞いて、私誕生日プレゼントにね冷蔵庫を買ったんですよ。すごい、あの日用品でもないけど高価なものですけれども、だからね料理がねもっと増えるだろうなっていう、すごいしょうもない話なんですが。あと今日はねお兄ちゃんの誕生日ですね、しぐれ家の。まあそれもめちゃくちゃどうでもいいんですけどね、自分を入れるため。違います。違います。結構小さいっていうか、まあ一人暮らし用の冷蔵庫でも調味料とかで要冷蔵熱って多いじゃないですか。あれで埋まっててね、大きい冷蔵庫欲しいなって思ってたんですよ。自分を入れるためではございません。お兄さんお誕生日おめでとうございます。いやこの場にいないし私は伝えないですよ。お兄さんと誕生日が一緒とか、しぐれういの兄ですっていうね、あの気の狂ったやつとかいるんですけれどね、違いますからね。しぐれういの兄のしぐれ2位です。なんて言おうかな。しぐれ2位はねうまくないよ。